2022年ロータックスマックスチャレンジシリーズ第3戦ジュリアマックスクラス暫定表彰を行います。優勝はカーナンバー10ルーチェモータースポーツ酒井亮選手、おめでとうございます。強さもう本当に見せつけていきます。大きく引き離してトップチェッカーでした。優勝おめでとうございます。第2位はカーナンバー18チームエマティ中井優斗選手、おめでとうございます。第3位はカーナンバー16 HRS ジャパン塩田総一郎選手、おめでとうございます。3選手にお上がりいただきました。それではまずはじめに選手のトロフィーをお送りいたします。プレゼンターはゲストとして今回ご来場いただいております、ロードレース世界チャンピオンに輝きました片山克美様、よろしくお願いいたします。優勝しました酒井選手、中井選手、塩田選手に青少のトロフィーが贈られました。おめでとうございます。続きまして賞金の授与です。優勝の酒井選手には賞金5万円が、第2位中井選手賞金1万円、第3位塩田選手賞金1万円が贈られます。おめでとうございます。続きましてこちらのシャンパンもスペシャルです。ぜひシャンパンファイトではなくお家に帰ってお父さんお母さんに飲んでいただきたいんですけれども、ボッティカゴールド、こちらのシャンパンも優勝しました酒井選手にお送りいたします。おめでとうございます。続きまして第2位の中井選手にも塩田選手にも贈られます。片山様はこちらのボッティカのこのシャンパンをロード、モータースポーツをもっと盛り上げたいというところでこうしてコーディネートをしてくださいました。ありがとうございます。優勝しました酒井選手には合わせましてトリプル K アワードと、ゲイズ賞も贈られております。トップ3の皆さんにはエアーカール賞も贈られました。おめでとうございます。第3位は塩田総一郎選手、第2位中井優斗選手、優勝は酒井亮選手でした。おめでとうございました。優勝しました酒井亮選手、おめでとうございます。ありがとうございます。今のお気持ちを教えてください。いや、まあ、単独で逃げれてよかったです。どんなことを考えながら走ってましたか？ガッツポーズ何にしようかなみたいなもうゆるくしてましたけれども、いかがでした？後ろがバトルしててギャップはできてたので、そんな心配はいらなかったです。今シーズンの全勝チャンピオンまでまた一つ駒を進めましたね。次の目標につきましてお願いいたします。グランドファイナル行くことです。グランドファイナル目指して頑張ってください。酒井亮選手でした。おめでとうございます。第2位となりました中井選手、今日のバトルはいかがでしたか？後ろとバトルしすぎて前の酒井選手を離してしまったんで、でもすぐ次にまた第4戦が明日ありますので取り戻せそうですね。はい、そこでは勝ちたいです。そこでは勝ちたいということですね。中井選手頑張ってください。応援しています。続きまして第3位になりました塩田選手、おめでとうございます。いかがですか？ありがとうございます。とりあえずもう3位ばっかりも本当に悔しいです。悔しいです、はい。どんなところが特に悔しいなって思いますか？バトルをしても毎回少しスタートで下がったりとかして、ちょっとそれで追い上げても3位ってそういう周回数が足りないみたいな、そういうのがその毎回続いてたんでとても悔しいです。次に向けて一言お願いします。次は絶対2位か1位取りたいです。塩田選手でした。おめでとうございました。今一度大きな拍手をお送りください。